新潟で開かれた G7 新潟農業大臣会合は、将来的な食料の安定供給に向けた宣言を採択し、閉幕しました世界の食料安全保障の強化に向けた方策について、充実した議論を行い、世界に向けた力強いメッセージとして、新潟宣言を採択、発出することができました。 会合では今後世界人口が増加する一方で農業者の高齢化が進み食料の安定的な供給が危ぶまれることから農業への新規参入や女性若者の活躍を推進していくことを確認しました気候変動による異常気象の研究についても G7 の連携を深めますまた開発途上国のの農業分野への投資について 先進国が自国の利益だけを考えるのではなく途上国の生産性を高めるものとするよう今後、フォーラムを開催することを決めました。